お世話様です。サッカーユニフォーム図鑑管理人のアマゾンでございます。というわけで、新シリーズをやっていきましょう。エクストリームサッカー史と題しまして、様々なクラブや代表チームなどの歴史を、某パーフェクトヒューマンのごとく、大きな流れで紹介していきます。記念すべき第1回は、我らが日本代表編。ドーハの悲劇やマイアミの奇跡、古くはベルリンの奇跡に至るまで、サムライブルーはどのような戦いを繰り広げ、ここまで来たのでしょうか。まずは日本サッカーの起源から。日本におけるサッカーの起源は諸説あり、1872年に神戸で行われた試合が最初という説や、いやいや、もっと昔、1866年に横浜でイギリス軍が行った試合が最初という説などがございます。中でも現時点で最も有力であり、日本サッカー協会も支持している説が、1873年にアーチボルト・ルシアス・ダグラスを団長とするイギリス海軍軍事顧問団が紹介したというもの。しかし、軍人を通してのサッカーは日本ではあまり広まりませんでした。当時、時代は富国強兵。世界の列強国に追いつき追い越すため、国民の健康な体の維持、軍事教練の一環として、日本は体育に力を入れていくことになります。体育を教えるためには体育の先生が必要。そんな体育の先生を世に送り出すために、1879年、大日本帝国政府は、日本最初の体育の研究・教育機関である、体操練習所を設立します。この体操練習所こそが、日本におけるサッカーの普及に大きく貢献した機関になりました。その体操練習所の先生をしていたのが、一人目の今回のキーパーソン、坪井玄道。もともと彼は英語の通訳として、アメリカ人体育教師の担当をしていましたが、仕事をするうちに体操の重要性を認識し、体育学を学ぶようになった、そんな人物。そんな彼が1885年に子供向けの遊びを紹介した書物、古外遊技法を出版します。その中の遊びの一つとして紹介されていたのが、フートボールというもの。このことから、古外遊技法は日本語でサッカーを紹介した最初の文献と言われています。その後、彼は体操練習所が高等師範学校に吸収されると、そのまま高等師範の助教授となり、1896年、この年に創設されたフートボール部の部長に就任します。しかし、この頃のフートボールはラグビーも一緒になっており、まだ現在のサッカーとは言えないものでした。そして1903年のこと、坪井の教え子であり、今回の2人目のキーパーソン、中村格之助が、日本初のサッカーの指導書、アソシエーションフートボールを出版し、高等師範学校から名を変えた東京高等師範学校に、アシキ蹴球部を設立します。そうして体育の先生たちを通じて広まっていった日本のサッカーが、世界に挑戦する機会が訪れます。1917年の第3回極東選手権競技大会のことです。参加国は中華民国、フィリピン、そして我らが日本。競技種目は陸上、野球、バスケ、飛び込み、競泳、テニス、バレー、そしてサッカーの8種目。ここで日本は水泳で圧勝。野球では早稲田大学チームがフィリピンに2戦2勝。テニスも熊谷選手を中心にフィリピン、中国を抑え、陸上競技はフィリピンと合計得点が1点差だったものの見事勝利。総合得点で2カ国を上回り、見事総合優勝を成し遂げます。しかし、サッカーはボロ負け。日本は東京高等師範学校蹴球部が代表として参加しますが、初戦、中華民国戦には0対5、次のフィリピン戦にはなんと、2対15と大差をつけられてしまいます。ここまで差をつけられるほどフィリピンは果たして強かったのか、そしてそんなフィリピンにはそれほどまでにすごい選手が果たしていたのか、いたんです。当時フィリピンにはバルセロナに所属しており、メッシに抜かれるまでクラブ通算ゴール記録369点を保持していたほどの選手、パウリーノ・アルカンタラがいました。彼のシュートの威力は強烈で、ついたあだ名がゴールネット破りのアルカンタラ。そんなアルカンタラ擁するフィリピンに、日本はなすすべなく敗れたのでした。近隣2カ国に2戦2敗。しかも大差。この結果に危機感を覚えたのが、3人目のキーパーソン、内野大礼、中村格之助の後輩にあたる人物です。彼は、もっと普及と強化に力を入れなければならないと考えます。ポリース、内野、久しぶり。元気してた？先輩、一緒にサッカーやりましょう。オッケーオッケー。久々にちょっとやってみよっか。違うんすよ先輩、俺、サッカークラブ作るんで、そこに入団してください。一緒に日本のサッカーを変えましょう。いきなりすぎんだろ、なんだ急に。先輩、日本サッカーは今のままじゃダメなんすよ。世界からは大きく遅れを取ってるんすよ。だから力貸してください。一緒にサッカーしましょうよ。圧が強すぎるんだよ。わかった、わかったからちょっと離れてお願いだから。さて、そんなやりとりがあったかどうかは定かではありませんが、
こうして内野は東京高等師範学校の OB などを集め、日本最古の社会人サッカークラブである東京蹴球団を設立します。そんな中、1919年にイングランドサッカー協会、通称 FA から突如銀製のトロフィーが、日本蹴球協会の設立を祝して銀杯を寄贈します、全国大会の優勝チームに授与してください、とのメッセージ付きで送られてきます。これに困ったのが内野大齢。なぜなら当時日本蹴球協会なんてできてもいないし、サッカーの全国大会なんてものも存在しません。どうやら各地でバラバラに開催されていた大会の一つに列席していたイギリス大使の一人が送った報告を、日本にサッカー協会が発足し全日本選手権大会が始まったのかと、イギリス本国の新聞が勘違いして報道してしまったのが原因のようでした。しかし、だからといって同盟国であるイギリスがわざわざくれたトロフィーを勘違いだと言って突き返すわけにもいきません。トロフィーの行き先が決まらず困り果てた内野は、とある人物に相談をすることに。それが柔道の開祖であり、当時の日本スポーツ界の大重鎮だった加納治五郎。相談を受けた加納は、この際さっさと作ってしまえとサッカー協会の設立を内野に厳命しました。そしてその後、内野は規則の制定や役員人事などに動き回り、1921年、ついに大日本蹴球協会が創立されました。そしてシルバートロフィーは、大日本蹴球協会設立後に始まった悪式蹴球全国優勝協議会の優勝チームに授与されるようになりました。この大会の初代王者は東京蹴球団、くしくも内野が設立した日本最古のサッカークラブでした。これは余談ですが、日本サッカー協会の象徴であるヤタガラスを発案したのも内野大齢。先輩中村格之助の出身地である和歌山県那智勝浦町の名所、熊野那智大社のヤタガラスをヒントにしたんだとか。サッカーユニフォーム図鑑。内野大齢がサッカー協会を日本に設立するために奔走していた頃、後に日本のサッカーを大きく成長させることになる一人の男が日本に降り立ちます。4人目のキーパーソン、張琳。ビルマからやってきた東京高等工業学校の留学生でした。そんな張琳と日本サッカーの出会いは早稲田大学のグラウンドでのこと。そこで陸上競技の練習をしていた張琳は、たまたま早稲田高等学院サッカー部の練習を見かけます。ああ、違う違う、そうじゃないんだよ。どちらさん？誰この外人さん、お前も知り合い？いや、全然知らない人だけど。いいもの見せてやる、ドリブルってのはな、こうやるんだよ。すげえ、なあ、あんた、僕と契約してサッカー部のコーチになってよ。とまあ、こんなやりとりがあったかどうかはわかりませんが、張琳は早稲田高等学院サッカー部のコーチへと就任し、指導を開始します。するとなんと、早稲田は全国大会で2連覇を達成。早稲田にすごいコーチがいる。この噂は瞬く間に駆け巡り、日本全国から注目を集めるようになりました。また、1923年に発生した関東大震災で授業ができなくなってしまうと、この頃から張琳は全国を回り、1924年にミャンマーに帰国するまで各地でサッカーの指導に携わったそうです。張琳の教えは、キックやパスなどの基礎から始まり、パスをつないで攻めるショートパス戦法といった、今日の日本代表にも通じるような実技と理論を織り交ぜたもの。これによって日本サッカーのレベルは飛躍的に進歩していきました。そんな張琳の指導を受けた選手や監督が中心となり挑んだ1930年の極東選手権競技大会では、中国と同率ながら見事優勝。13年前に苦杯を舐めさせられたフィリピンに7対2で勝利するまでになっていました。そしてその後、日本はさらに大きく躍進することになります。1936年、日本代表はナチスドイツ統治下で開かれたベルリンオリンピックのサッカー競技に参加することになりました。これに際し、早稲田大学悪式蹴球部を中心に構成されたメンバーが代表チームに招集されます。さて、その中から選手、スタッフを何人か簡単に紹介していきましょう。シュートの名人と言われた早稲田のエース、川本泰造。100メートルを10秒8で駆け抜ける俊足のストライカー、松永明。パワフルな弟とクールな兄からなる壮大カモブラザーズこと兄カモ武と弟カモ翔吾。豊富な運動量と一級品のパスセンスを誇り、あらゆるポジションをこなした万能型慶応ボーイ、ウソン徳太郎。後に韓国サッカーにおいて多大な貢献をし、
韓国サッカーの父とまで呼ばれるようになるソウル出身キム・ヨンシク。守備の要であり、また主将としてもチームを引っ張った頼れるキャプテン竹内貞蔵。選手兼コーチとしてチームを支えたベテラン竹残重丸。そしてこれらのそうそうたるメンバーを率いた監督は早稲田高等学院時代、あの超人の手ほどきを受けた愛弟子鈴木重吉。えりすぐられた日本最強メンバー。しかし初戦の相手は今大会の優勝候補の一つであり、北欧の巨人と呼ばれたスウェーデン。当然下馬評ではスウェーデンが圧倒的有利とされ、日本からの報道陣さえ全くこの試合を取材していなかったという様。選手入場の際にもスウェーデンの選手は万雷の拍手で迎えられたのに対し、日本代表はほとんど注目されていませんでした。試合が始まると下馬評通り試合を支配したのはスウェーデン。相手エースのエリク・ペーションによって2点を奪われ、超人仕込みのショートパス戦法もまるでジョロウグモの網のような密着マークによって封じ込まれ、前半日本はなすすべなし。予想にたがわず圧倒されてしまいます。世界との差をまざまざと見せつけられ、意気消沈しうなだれて帰ってくるイレブン。そんな彼らに監督の鈴木重吉がかけた言葉は、今日は調子がいいぞ、後半はいけるよ。その監督の言葉に驚きながらも勇気づけられ、希望を取り戻した日本代表、沸き立つ闘志を胸に試合は後半へと突入します。後半に入るとスウェーデンが油断したこともあってか、ショートパスを中心とする日本の戦術が機能し始めます。すると後半開始からわずか4分、カモブラザーズの弟ショウゴのクロスにシュートの名人川本泰造がダイレクトにシュート。放たれたボールは右ポストスレスレに見事ゴール。さらに後半18分には、カモショウゴの左からのパスを中央で名人川本がスルーすると、右から走り込んできた万能型慶応ボーイ、ウコンの強烈なシュートで、2対2の同点ゴール。なんと、優勝候補のスウェーデンに追いつくことに見事成功します。しかし、このゴールが北欧の巨人の目を覚まさせてしまい、日本は前半以上の猛攻にさらされてしまいます。これでも守備陣の捨て身の活躍が光り、追加点を奪わせません。焦るスウェーデンの攻勢は激しさを増していきます。日本の選手より一回り大きいスウェーデンの選手たちが、しまいにはほぼほぼ全員、日本陣内に攻め上がってくる始末。それでも日本は、体力の限界に近づきながらも、必死にゴールを守ります。その時後半40分、スウェーデンのバックパスミスが発生。無人のスウェーデン陣内に転がっていくボール。そこへ走り込んできたのが、100メートル走でもオリンピックに出場できると言われた韋駄天松永明。ゴールへと瞬足を飛ばし、左から放ったシュートはキーパーの股間を抜け、ゴールネットに突き刺さる。日本代表は北欧の巨人スウェーデン相手についに逆転に成功しました。その後もスウェーデンの攻勢を耐え抜き、とうとう鳴り響く試合終了のホイッスル。グラウンドには6000人近くもの観客がなだれ込み、日本の勝利を祝福しました。ヨーロッパ各地の新聞では、可能なことが起きた、こんなこと誰が想像できたとの見出しが躍り、日本代表が起こした奇跡を大々的に報じたのでした。翌イタリア戦では疲労と怪我の影響もあり、0対8の大敗を喫したものの、スウェーデン相手に飾った勝利は人々の記憶にベルリンの奇跡として刻まれることとなりました。奇跡を起こした選手たち、その今後の活躍を誰もが楽しみにしていたことでしょう。しかしその数年後、人類は世界大戦へと突き進んでいきます。ベルリンの奇跡を成し遂げた多くの選手たちも戦争へと駆り出され、サッカーどころではなくなってしまいます。その中でも、スウェーデン戦にて同点ゴールを奪った万能型慶応ボーイ、ウコン徳太郎はパプアニューギニアのブーゲンビル島にて、値千金の逆転ゴールを決めた韋駄天、松永明は太平洋戦争の激戦地、ガダルカナル島にて、その若き命を散らしています。松永は戦争の際、戦争には行きたくない、もう一度ドイツに行ってサッカーを学び指導者になりたいと妹に語ったとの話が残っており、無念の戦死だったことが見て取れます。またスウェーデンの選手の攻勢を必死に防ぎ切ったキャプテン竹内貞蔵も、対戦からは生き残ったもののソ連の捕虜となり、送られた先のシベリアにて命を落としました。坪井玄道、中村角之助、内野大霊、張林、ベルリンの奇跡メンバー、彼らが紡いできた日本サッカー発展の歴史は戦争によって途切れることとなってしまったのです。
さあ戦後、日本サッカーはどのようにして立ち直っていったのか、そしてどのように発展していったのか。興味は尽きないところですが、今回はここまで。続きはチャンネル登録と高評価を押していただき、お待ちいただくことにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ユニフォーム紹介も見てね。じゃあ、バイバイ。